下野さんといえばやっぱり、うんうん、唐揚げ王子。唐揚げ、そう ね、 ね、やっぱこれ、うん、これあそうね、マキがまだ楽しいことないらしいんで、じゃちょっといいっすか。あ、いいけど、いいけど、そうね、うん、いいよ。拝むんだ。拝むときはここ、ここにしか90度、そう、ここね、そう、こうしないとね、そうそうそう、バストアップを意識して、はい、どうぞ。はい、ね、2回確認する？それいる？まずはやっぱりどれぐらいあるのかな、ね、サイズの方を。そうですね、この鳩胸が、そうですね、すごいんですよこれ。みんな触りたいでしょ。気持ちいいぞ。気持ちいいぞじゃない、ちょっと待って、後になればなるほどとっても恥ずかしいやつです。だよ、ね、あと後になるほど見にくいな、見にくいな、ちんまりしてる。誰ですよ、タクマ、誰から行く、誰から行く。あなたがライオン、わかりました。何してんねん。え、ない、やめとけ。だって、お前の胸はさ、俺目つむって、人にこうやってこう手掴まれて、ちょっとこっち来て、こっち来て、こっち来てって、何何何何つって下野の胸触ったら、あ、ごめんって。そのレベルだよ。体ね、そうですよね、うん、今日もいい鳩胸ですね。うん、いや、仕上がってる、今日も仕上がってるよ。これワンピースからでいいですか。ワンピース、ワンピースからスリーピースか。まずワンピースしてから次ツーピースで。あ、わかりました。なんかね、あるらしいです。今日のこのファッションポイントはクジラです。クジラです。お、どうしたんですか。俺の胸元にクジラ。どうしたんですか。いや、なんでクジラが、なんでクジラが買ったんですか。ここからあの、いろいろ出、いろいろ出、いろいろ出ます。あんだ。ふぅ、着てました。当たり前だろ。なんか縛り付ける。縛り付けよう。よし、ちょっと、後ろで、はい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 、縛り付けて。よし。ちゃんと、はい。あとつかないよね。おぉ。何縛りする。なかったこと。なんでだよ。もう誰も見ないで。誰も見ないで。いや、でもね、いや、でも。似合ってる。いや、マジで全然いいって。胸が苦しい。胸が苦しい。なんかちょっとね、俺も罪悪感があるんだよな、これ触ると。いや、すごい、ほんと巨乳ですね。